どうも、推しは萌え子わさもんです。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数年々5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくな、僕の心のヤバいやつ最終回、カルテ12、僕は僕を知ってほしいです。嫌だ、終わんないでくれ。嫌だ嫌だ。まあ、まず前回のおさらい、第11話が、マジでよかった。萌え子、推しがね、萌え子なんだけど、萌え子の回だった、完全に。でも萌え子の回でもあるんだけど、山田と市川のもう完全にもう、やばかったから見て、もう頼む、11話を見よう、みんな。よし、じゃあ俺は今から12話を見るから、みんなは11話を見てから12話を見てくれよな。ということで、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。全然おさらいになってねえよ。まあでも、クリスマスの続きだったから、大晦日から年越しにかけてっていう感じだね。だから今回多分、あれなんじゃない？初詣とか入ってくんじゃないかな。はい、それでは、アマゾンプライムで再生していきます。3、2、1、スタート。ちょっと早いから。家族と。うーら、生山だ。でかくない？やばい、目立つ。聞こえた。気づいた。偉い。どうも。いや、でもそうなるよな。そうなるよ。マジでなんか、こんな中学生おらんやろ。すげえよな。いや、てか目立つんじゃないの。だって、テレビに出たり雑誌に出たりしてる人が、一人で立ってんだよ。絶対目立つやんな。っていうか、だって山田の身長だったらさ、目立つくない？でもやっぱあれなんかな、そのいざ芸能人を目の前にしたら声をかけることができないみたいな。俺絶対無理だわ。推しが目の前にいたら声かけらんねえわ、芸能人いたら。モニタリングの企画とかでさ、後ろからこうやってくるやつあるじゃん。本物来たらだって待ってと無理しか出てこんよな。いや、っていうかこっち来ないでとかも言いそうだもん、俺。無理。推しの視界に俺というゴミが入りたくない。
あの人には美しい世界だけ見てもらいたい。本編開始。家族で。お姉ちゃん。やばい、今のできんよな。できねえよ。かわいい、変わってほしいよな。いや、本当はもっと一緒にいたいでしょう。うちら？なんで？いた。めっちゃ食ってる。めっちゃ食ってる。お姉ちゃんいいんだよな。はい、いやでも家呼んじゃったもんな、来るしかねえやな。おお、つけてる。そっち。強い、かわいい。
あら、意地悪して。やべえやべえやべえ、いっちゃん恥ずかしいやつや。見られたくねえな。お前のかい。でも目が見えてる。あ、お姉ちゃん、お姉ちゃんじゃん。うん、いや青だもん。いいお姉ちゃん、いやー、じゃん。デレデレしてんな。よくやったお姉ちゃん、弟思いだ。うるり。いや、絶対一川だろ。やばい。
そうだよ。やばいぞ。まさかアルバム持ってくんだろ。入試合格者。ダメだったんか。あら。しんどいよな。出た。出たな。あんな A 体やったんやな。チャリ焦げんもんな。そうか、車になるわな。ケンジロウなんだ。
が見えた。萌子、好きだ。おい萌子、そんな言葉を使うんじゃない。カッパエビセン。うわ、終わった。入りが綺麗すぎる。いやー、やばい。やーばい。やーばい。やばいしか言えねえ。やばい。うー、やばい。あー、やばい。全12話を見てからのこのエンディング、やばいね。いろいろ来るものがあるね。僕やば、やばいね。やべ、完全にバカになってる。僕やばい、やばいよ。やばいね。すーげえ。殺したいからさ。あれ、なんかこれ違うんじゃね？もしかしてこれ山田のことが気になるんじゃね？いや、これ気になるとかの話じゃない。好きなんじゃね？好きなんじゃねっていう疑問形もおかしいな。好きだ、ありがとう。あれ最後のやつよかったな。あれ最後の、そう、あのカッパエビセンを。
って言ってからのエンディングよ。この19分ぐらいかな。ここいいよな。ありがとう。やべえよな。いやー、やべえもんを見たな。やべえな。やべえよ。萌子やったとか言うんじゃないよ。萌子、あなたはそんな言葉知らなくていいんだから。やめなさい。もう。やったとか言わない。発射ない。ダメ。いやー、でも、前回さ、前回っていうか前に市川が袋持って帰って、それを大事に取っといて、そしたら前回は山田が職業体験だっけ、職業見学かの帰りに買ってもらったミルクティーをこうちゃんと取っといてるんだよね。画面のこう右端の方に置いてあって、はぁーつって、お前らお互いがお互いに山田は多分純粋に取っといただけだと思うよ。市川は絶対使ってるんだけど市川は絶対使ってる。山田ペットボトル使うとか想像したくないよ。やだよ。多分そんなことはしないよ山田は。いやー、でもやばいね。あれやばくなかった？初詣のシーンの後ろからこうやって山田が手合わせに行ってうーんしか出らんの分かるわ。そりゃそうなるぜ。でもその後のね、家出る前にケンジロウを置いていったのはとても良かった。さすがお姉ちゃん。まあね、だって今までっていうかね、だって学校行きたくねえっつって林間学校行ってなかったっていうのもね、ちゃんとこう一瞬ね、こう止まって市川の顔を見てくれて、いいお姉ちゃんよな、いいお姉ちゃんだよ、すげえな、すげえよかったな。なんで終わるんだよ、終わんないでくれよ、頼む。マジで良かったね。マジでいいもんを見たわ。すげえ。であと前回のコメントでね、サブタイ当てる職人がいたから、今回の僕は僕を知ってほしいよ。当たってたね。すごい。いやー、良かった。すげえいいもんを見たわ。よかった。終わり。もしこの動画よかったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、Twitter のフォローお待ちしております。概要欄の方に貼っておりますので、そちらのチェックぜひ。ということで、僕の心がやばいやつ、最終回、カルテージに僕を知ってほしい。でした。ありがとうございました。